こんにちは、山梨良平です。2016年もとうとう師走を迎えました。皆様におかれましてはどのような一年を過ごされましたでしょうか。それでは本日も始まります。番組の最後にはコンサートのお知らせ、そして山梨良平憩いのひとときもございますので、どうぞ最後までお付き合い願います。山梨良平、常識の枠内。さて、皆様は日記などをつけていらっしゃいますでしょうか。ここでは私の日記といいますか、思いつきといいましょうか、妄想ノートのページを開いて皆様に聞いていただこうというものです。山梨良平、覚書帳の枠内。耳で聞く4コマ漫画、ベジバー先生、その16。ピピン君、どうやら私たち森に迷ってしまったようね。ふふふ、大丈夫ですよスミレちゃん。そんなこともあろうかと、この白い豆を点々と落としてきましたからね。振り向いてごらん。さすがね、ピピン君。でもずっと私たちの後をつけているあの可愛らしいメジカちゃんが美味しそうに食べているものはなに？あ、しまったってやつですか。ベジバー先生、その17。たっ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 た。スミレちゃん、外をご覧よ、雪が降ってきました。まあピピン君ったら、まさかこんな季節に雪なんか降ってくる、ほんまどすな。大変、毛糸の帽子と手袋と、そうだわ、ベジバー先生の開発したゼンマイ式運動用雪上車の実験ができるわね。それからさらに行って雪かきの用意もしなくっちゃ。そうそう、良い子の雪だるまの作り方の本も出してと。すみれちゃん、もう病んでしまいました。はいはい、これは風花と呼ぶものでございます。とぼとぼしょんぼり。ベジバー先生、その18。ベジバー先生、サラが言ってましたけど、本日の夕げは北の方からグルメが来るそうですわ。ほう、それはそれは晩餐が楽しみですな。じゃーん。あー、してスミレちゃん、グルメのお方はどこぞにいらっしゃるのかな。目の前よ。これは節足動物、いわゆるカニ料理ですな。うらら、サラはまた言葉を間違えた。グルメのお方に興味深いお話を伺いたかったな。ベジバー先生、その19。どうしたのピピン君、そんなに肩を落として。ああ、僕どうやらベジバー先生のこしらえた遠眼鏡をお池に落としちゃったらしいんだ。シュン、ドロ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 。あなたが池に落とした遠眼鏡はこちらの鉄の遠眼鏡かな、それともこちらの黄金に輝く24金の遠眼鏡かな。あの人どう見てもベジバー先生だね。し、ちゃんと驚くなよ。ベジバー先生、その20。ああ、ピピン君、
今しがたペトロニーユ夫人のメイド頭から手紙が届きました。君は夫人の大切にしている陶器のお人形を壊しましたかな。いいえ、床に落ちてバラバラになっていたお人形を拾っていました。何人かのメイドがピピン君が窓辺のお人形を落としたのを見たと言ってるそうですが、ベジバー先生、僕はやっていません。ああそうですか、やはりこの手紙は何かの間違いですね。ビリビリビリっぽい。先生は僕を信じてくれるのですね。はて、生徒を信じない教師などどこにいるものですか。ベジバー先生その21。まあベジバー教授、ようこそ。シャナリシャナリ。してペトロニーユ夫人、あの人形が壊れてしまったそうですね。とんでもない、教授からいただいた大切な日本のお土産、同じものを20体ほどマイセンの方で作らせてありますの。壊れたのはそちらの一つで、本物は今日も寝室のベッドの脇で私を見守ってくださっておりますわ、シャナリ。おお、それでは犯人は風とカーテンですかな。メイドたちを叱らんでやってくだされよ。お優しいのね、ベジパー教授。シャナリシャナリピト。はい、以上山梨良平覚書帳の枠内でした。ここで皆様からの質問にお答えさせていただきます。常識の枠内一問一答のコーナーです。まず最初ですね、年越しはどのように過ごされますか。はい、年を越す時は厳密に言えば、睡眠中なので、夢を見て過ごすと思っております。はい、次、山梨さんにとって2016年はどんな年でしたか。印象的な出来事を教えてください。はい、印象的な出来事というのは忘れてしまっているだけかもしれませんけれども、特にありませんですね。淡々と静かに過ごすことのできた、良い年でした。次、来年は鳥年です。ほう、どんな年にしたいですか。はあ、そうですね、今年やってきたことをより集中してやれるような、そんな年にしたいものです。はい、以上常識の枠内一問一答でした。山梨良平常識の枠内、いかがだったでしょうか。ここでコンサートのお知らせをいたします。今年最後となるコンサートは、12月20日火曜日に行います。いつもの六本木シンフォニーサロンにて開催をいたします。会場は19時、開演は19時30分となっております。チケットの購入はローソンチケットで受け付けております。詳しくは山梨良平のホームページをご確認ください。さて、最後に次回のライブの演奏曲の中から一曲聴いていただこうという山梨良平憩いのひとときのコーナーです。本日お聴きいただくのはマダムクネッセン。それでは
またお会いできることを楽しみに。山梨良平でした。雷雲を見上げて稲妻の放電を数式で描いてゆく。ペン先は踊るようだ。真っ黒の服、猫の眼鏡、決して笑わないマダムクネッセン。七つの旅行カバンにノートや本を詰め込んで、五つの国境を越えて朝焼けの下に立ってた。細い鞭を身脇に刺し、僕を見下ろすマダムクネッセン。決して笑わないマダムクネッセン。